日本のスーパーは次元が違う。皆さんは日頃スーパーで買い物をするときに日本独自の文化を感じることはあるでしょうか。普段買い物をしていて日本独自のシステムを意識する人はあまりいないかもしれません。しかし日本のスーパーには日本にしかない独自のシステムが存在し、海外の人々にはそれが驚くべき文化だったりします。今回はそんな日本のスーパーについて紹介します。世界が驚く日本独自のシステムとは一体何なのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。日本は異次元すぎる。そう言い放ったのはフランスのテレビ局に勤めるディレクターアダンさんです。2024年に開催されるパリオリンピックに控え、2021年に東京オリンピックが開催された日本に視察にやってきたメンバーの一人でした。アダンさんと撮影メンバーはオリンピック後の東京の変化を撮影し、パリと東京の文化の違いを特集する企画のために日本にやってきたのです。アダンさんは今回の特集で初めてディレクターを務めることになり、現地で混乱せぬように入念に下調べを行ってきたといいます。アダンさんは以前から日本に関心がありました。仕事柄他局の番組をリサーチ目的で見ることも多いでしょう。独自の歴史や文化、日本人の心配りなど取り上げた番組は世界各地に存在しています。アダンさんはそんな日本の人々に強い憧れを持っていたのです。フランスには多くの日本食レストランが存在します。日本人が経営している店も多々あり、その味は本格的なものばかり。しかしアダンさんは日本に憧れを持ちつつも実際に訪日したことは一度もありませんでした。初めてのディレクターを憧れの日本を舞台にした特集で務めることができるのはアダンさんにとって運命を感じさせるものでした。必ずこの番組を成功させようとアダンさんは責任者として心に期待を込めていたのです。まず日本にやってきたアダンさんたちは日本の空港の風景に大変驚いたといいます。噂通り日本の空港はとても清潔でゴミ一つ落ちておらず、床は磨かれていました。日本は綺麗なアジア国と噂では聞いていましたが、実際ここまで綺麗だとは思わなかったのです。清掃員が常に掃除をしているわけでもなく、誰かが厳しく監視しているわけでもありません。ただ人々は率先してルールを守り、分別をしてゴミをゴミ箱に入れています。それだけではありません。空港内には英語、中国語、韓国語、ロシア語など多国言語の案内表示が存在し、日本語が読めない外国人でも迷子にならない工夫が施されていたのです。また困っている外国人がいた際は空港スタッフが笑顔で対応しています。日本人のおもてなし精神は国際の玄関口である。空港からすでに始まっているんだ。アダンさんは感激しました。空港内はたくさんの人々が行き交っていましたが、騒いでいる人やマナーを守らない人はいません。混雑している入国審査でさえきちんと列を作り、落ち着いて自分の番が来るのを待っています。日本人はお互いが気持ちよく空港を利用できる術を十分に理解している。アダンさんはそう感じたそうです。また日本人の心配り精神は電車内でも見ることができました。日本の電車内は大声で喋ったり電話をしている人はいません。おのおのイヤホンをして音楽を楽しんだり本を読んだりして穏やかに過ごしています。アダンさんはそんな電車内の風景にも驚きました。日本では電車内で静かに過ごすのは当たり前の光景ですが、海外はそうではありません。大声で会話をしたり電話をしたり酔っ払って騒ぎを起こす人が結構いるのです。あらかじめ下調べをしてきたアダンさんでしたが、実際にその光景を見るまで信じられませんでした。一つずつ真実を確認していくかのようにアダンさんは周りを観察しながら目的地へ向かいます。取材を始めるためにアダンさんたちは東京の中心部へと向かいました。空港で食事をとっていなかったチームのメンバーは何か軽食を取ろうという話になり、たまたま近くにあったスーパーへ立ち寄ることにしました。フランスにもスーパーはあり、多くの食材が揃っています。きっと日本のスーパーも
フランスと何ら変わりはないだろう。そう思い入店すると、アダンさんたちの前には衝撃の光景が広がっていたのです。そこには色とりどりの食材が陳列されており、鮮度と品質が保たれる工夫がなされていました。店内全体が明るいライトで照らされており、きちんと整理整頓された食材が並んでいます。それだけではなく、店内は品質が保たれるベストな温度管理がされており、少し肌寒く感じました。そしてアダンさんが一番驚いたのは、野菜や果物が透明のフィルムに入れられていること。いちごやぶどうなどの小さいものはトレイに入れられ、その上から優しくフィルムがかぶせてあります。なんて衛生的な食材の売り方をしているんだ。これにはアダンさんだけでなく、チームメンバー全員が驚きを隠せませんでした。なぜならフランスでは個包装されず、そのままの状態で陳列されているのが普通だからです。たくさんの人々が素手で触るため、傷がついたものや傷み始めているものもあります。そのため日本よりも鮮度は維持されていないのです。たまたま立ち寄ったスーパーで思いもよらない日本の文化に触れたアダンさんは、大急ぎでメンバーにカメラを回すように指示します。そして急遽スーパーで取材を始めることにしたのです。次にアダンさんたちはお肉が売っているコーナーへカメラを向けました。お肉コーナーは冷蔵スペースがたくさんあり、さらに肌寒さを感じたといいます。アダンさんはそこで売られている工夫にもとても驚きました。日本のお肉コーナーは料理の用途に応じた形状でカットされているのが一般的です。薄くスライスされていたり、角切りになっていたり、塊のままだったり、ひき肉になっていたりと、料理の種類に応じて肉の形状を選びますよね。しかしフランスではそのような売り方はされていないのです。フランスの肉屋ではショーケースに塊のまま丸ごと陳列されています。その肉をお客が選び、店主にカットしてもらうという量り売りスタイルが一般的です。購入するときは塊のため、料理の用途に応じて自分たちでカットしなければいけません。日本では肉が使いやすいようにすでにカットされて陳列されている。これなら家に帰って肉を切り分ける必要がないし、余らせて腐らせてしまうこともない。アダンさんはこのスーパーのお客さんへの気配りに感銘を受けました。日本では当たり前の光景ですが、アダンさんたちにとってよほど衝撃的だったのでしょう。また新鮮なお肉の品揃えがとても多かったのにも驚いたのです。フランスでも生の肉は販売しておりますが、塩漬けにされたものやソーセージなどの加工したお肉を多く食べる習慣があるからです。次にアダンさんたちは隣の鮮魚コーナーへ向かいます。そこでアダンさんが気づいたのは、鮮魚コーナーなのにもかかわらず生臭い匂いが一切しないことでした。フランスの鮮魚コーナーは立ち入った瞬間に魚独特の嫌な匂いがします。魚の嫌な匂いがしないということは、日本の海鮮はそれほど新鮮だということか。日本では刺身という魚や貝を生で食べる文化があり、そのため鮮度にはこだわっているのだろうとアダンさんたちは思いました。そして肉と同様、下処理が施されトレーとフィルムできれいに包装されていることにも感心したといいます。フランスでは魚や貝も肉と同様に量り売りが一般的です。鱗や内臓がきちんと処理されていて、調理しやすいように切り身になっている。手間のかかる魚料理もこれならハードルがぐっと下がるじゃないか。消費者の気持ちをよく熟知し、工夫された食材の売り方にスタッフ全員も驚きます。鮮魚コーナーを一通り撮影したアダンさんたちは、店内に広がるとてもいい匂いに気がつきました。スーパーなのにまるでレストランのような匂いがするぞ。その匂いの元をたどると、アダンさんたちはお惣菜コーナーに着きました。そこには唐揚げや焼き鳥、ポテトサラダなど美味しそうな料理が陳列されています。また日本料理だけでなく、中華料理やパスタなどの麺類まで種類が豊富でした。ライスが入ったお弁当からおかずのみのものまで、その種類の豊富さにアダンさんは驚きました。スーパーでこんな本格的な料理が買えるなんて、これなら家で料理をする必要がないじゃないか。
お弁当やお惣菜の価格を見てみると、フランスよりもかなりリーズナブルでした。消費者の手の届きやすい価格設定と料理をしなくていい便利さに、アダンさんとメンバーはあっけに取られたという表情でカメラを回しています。改めて見てみると、スーパーには消費者のことを考えた細やかな工夫がなされています。店内の衛生さや食材の品質維持はもちろんのこと、調理のしやすさや一人一人の生活スタイルに寄り添ったお惣菜の数々、さらに一部の野菜には生産者の顔がシールで貼られていて、地元で収穫されたものだとわかります。地元で収穫されたと知らせることで、その食材の安全性や新鮮さが一目でわかるこの仕組みは、フランスでも取り入れるべきだとアダンさんは感じたそうです。ちなみに日本のお弁当文化はフランスでも徐々に広がりを見せています。2012年には弁当が辞書に登録されるくらい、フランスでも浸透してきているのです。フランスのパリでは弁当専門店が多く存在しているのですが、それでも日本のように気軽に購入できるわけではありません。コンビニやスーパーで買えるわけではなく、専門店の列に並び購入する必要があるのです。本場の弁当を見たアダンさんは、その彩りの豊かさと品数の多さにとても驚きました。日本では弁当がどこででも気軽に購入することができるのか。この事実にフランスの人々はきっと驚くことでしょう。実際にスーパーを視察した後、アダンさんは、日本のスーパーは次元が違うと思わず口にしてしまいました。スーパーにはフランスにはない文化や消費者のために考えられた工夫がたくさんあります。財布を届けてくれる、道に迷ったら丁寧に教えてくれる、そんな日本人の思いやり精神は世界でも有名ですが、日本のスーパーに存在する思いやりの心は注目されていなかった分、盲点だったと感じました。そこでアダンさんはこの取材結果をフランスに持ち帰り、オリンピックの情報と一緒に日本独自の文化として特集を制作しました。そしてアダンさんが制作した番組はフランス全土にて放送されることになったのです。番組内でこの映像が流れると、出演者からは驚きの声が次々と上がりました。なぜスーパーが消費者のためにここまで配慮しているのですか。ここまで手間のかかるおもてなしをする必要があるのですか。食材を売ってもらわないと困るのは消費者の方だろう。こんなサービス見たことないわ。別途でサービス料を取られてるんじゃないの。出演者は全員にわかに信じられないといった様子でした。このサービスをしているスーパーはきっとセレブ御用達の一部の高級スーパーだけではという声も上がったのだそうです。そんな質問に対して日本への取材に同行していた司会者がこう答えました。皆さんが言うように、私も初めは信じられませんでした。このスーパーだけだとも思ったのですが、私たちが訪れたスーパーはどこも同じサービスをしていたのです。日本は異次元の国でした。思いやり精神で日本にかなう国はまずないでしょう。日本は食品に対しての衛生管理も非常に高い意識を持っている国でした。特に日本の食料品の品質の高さには驚かされました。そして司会者は次に、日本の食材に対する品質の高さには3つの理由があるのだと説明しました。1つ目は日本の技術の高さです。日本が技術面でトップクラスなのは皆さんもご存知の事実ですよね。日本は様々な分野で高い技術革新を遂げています。食品の品質管理においての技術も例外ではありません。生産、保存、輸送、販売に対して温度管理や短時間輸送のルート確保など、日本は高い技術力を持っています。そして2つ目は経済力ですね。日本は食にこだわりを持っている国ですから、消費者のもとに安全に届けられるためのコストを惜しみません。例えば品質の良い作物を作るための品種改良や効率の良い栽培方法など、日本はその経済力ゆえに技術向上のために投資ができるのです。そして3つ目ですが、これは日本独自の農家の技術の高さです。日本は島国ですから古代から独自の栽培方法を持っています。
地域によって特産物が異なり、それぞれの土壌に合わせた作物を栽培しているんです。北海道から沖縄まで日本は地域ごとに気候にかなりの差がありますから、土壌と気候、それぞれあった農作物を地域によって振り分けているんですね。ですから日本の作物は品質が高く安全性が高いのです。この事実を知った出演者たちは驚きの声を上げました。その様子を見ていたアダンさんはとても誇らしく嬉しい気持ちになったといいます。その後 SNS 経由で日本の食に対する意識の高さについて多くの称賛の声が寄せられたそうです。アダンさんは今回の特集をきっかけにますます日本が大好きになりました。まさか日本のスーパーが世界で称賛されるなんて夢にも思っていませんでしたね。日本の日常風景がまるで異なる星のようだとして海外で大いに話題になっています。新型コロナウイルスの収束に伴い海外旅行への関心を新たにしている方も多いのではないでしょうか。そんな世界情勢の中で日本の平和な日常風景は非常に注目を集めています。例えば岐阜県の地域で撮影されたランドセルを背負った女の子が田んぼのあぜ道を歩いている写真が海外の人々にとっては美しいと大絶賛されていたことがありました。しかしながら日本に住む私たちから見れば軽犯罪の存在や物価の上昇など日本の魅力に疑問を抱くこともあります。それでも日本は2023年に世界で最も住みやすい国ランキングで13位にランクインし2019年の世界最高の国ランキングでは2位を獲得しているなど数字を見ても世界から高い評価を受けていることがわかります。今回は世界が驚いた日本の日常風景とそれに対する海外の反応を詳しくご紹介します。ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。日本の交通マナーが世界で注目されています。横断歩道がある道路では歩行者が優先され、ドライバーは歩行者がいる場合には横断歩道の手前で停止しなければなりません。これは世界中で定められている交通法規ですが、国によってドライバーの反応には差があります。歩行者に優しい国では車が横断歩道で停止することが一般的です。その中で日本の小学生が横断歩道を渡る様子が海外で話題となりました。 SNS で公開された動画では信号機のない横断歩道を渡る小学校低学年の女の子の姿が映されていました。この動画では一人のドライバーが横断歩道を渡る女の子に気づき、彼女が無事に道を渡り切るまで停車している様子が映し出されていました。女の子は渡り終えた後、ドライバーに丁寧なお辞儀をしてお礼を表しています。このような礼儀正しい行動とマナーのいいドライバーの存在が、日本の国民性を象徴しています。皆さんも歩行者であれ、自転車や車を運転している際に、相手に道を譲ったりお辞儀をされたりする経験があるのではないでしょうか。これらの日常的な光景は海外の人々にとっては驚くべきものであることが多いのです。また日本の路上での別の珍しい光景についてもご紹介しましょう。東京六本木で撮影されたある動画では、道路を横断しようとするカルガモの親子と彼らに気づいた警備員の姿が映っています。警備員はカルガモ親子が安全に渡れるように車の流れを止め、渡り終わると停車してくれた車の運転手に深々とお辞儀をして感謝の意を示していました。この場所は六本木の欅坂で、頻繁に車が往来する都市部の一角です。ちなみにこの警備員の対応のおかげで無事に道を渡ったカルガモ親子は、その後地域の職員によって保護され、近くの庭園に戻されたということです。このような光景は日本の心温まるコミュニティの一部を反映しており、多くの人々に感動を与えています。東京の交通機関、特に電車の正確さについてご紹介します。東京の電車はその多い本数と時間通りの運行で知られています。この正確さは駅員の献身的な努力、高度な技術、そして効率的なシステムによって成り立っています。日本ではたとえ1分の遅れであっても駅員が謝罪することが一般的です。
また人身事故などで大幅な遅延が発生した場合、鉄道会社は遅延証明書を発行するのが常ですが、このサービスは海外では一般的ではありません。世界経済フォーラムが行う観光魅力度ランキングでは、日本は高い評価を受け、世界第1位に輝きました。特に交通インフラの分野での評価が際立っています。鉄道サービスの正確さや公共交通の運行本数も、世界でトップクラスに位置づけられています。たとえ1分の遅れも遅刻と捉えるこの文化が、電車の正確性を支える一因となっています。このような特徴は、日本の交通システムが世界的にも評価される理由の一つとして挙げられるでしょう。また、日本のタクシーサービスは、海外とは異なるユニークな特徴を持っています。多くの国では乗客が自らドアの開閉を行いますが、日本では運転手がレバーを操作してドアを自動で開閉するシステムが一般的です。この自動ドアシステムは、1964年の東京オリンピックを機にサービス向上のために導入されました。2013年にホテルズ .com が実施した世界30カ国のタクシー調査では、日本のタクシーが世界で3番目に優れていると評価され、1位はロンドン、2位はニューヨークでした。日本では、おもてなしの精神や高いホスピタリティが多くの業界で評価されており、タクシー業界も例外ではありません。日本のタクシーは美しい車体の外観や白い手袋をはめた整った服装の、ドライバーによる丁寧な接客が特徴です。車内は清潔で、乗客は快適に目的地までの時間を過ごすことができます。2023年にはプライバシー保護や働き方改革の観点からドライバーの名札提示が廃止されましたが、それまでは名札を提示することで、ドライバーが責任を持って業務に当たっていることを乗客に伝える制度でした。日本のタクシーの独自性は海外でも注目されています。外国人観光客が海外の掲示板に投稿した内容では、日本のタクシーの色の多様性が印象的とされています。他の国では一般的に色が統一されているのに対して、日本では多くのタクシー会社が存在し、各社ごとに色彩豊かな車両を運行しています。例えば、東京都内では約5000台のタクシーのうち、幸運をもたらすとされる幸運のピンクタクシーが7台だけ存在し、また、京都市内で現在約1300台のタクシーを保有する八坂タクシーでは、4台だけシンボルマークが四つ葉のクローバーのタクシーを運行しており、遭遇すれば幸運であると評判になっています。これらの特徴を持つ日本のタクシーは、外国人観光客には観光の一部として楽しむ対象にもなっています。次に海外と日本の自動販売機の違いについて触れてみましょう。海外と日本の自動販売機を比較した写真が、海外の SNS で、世界には2種類の文明がある。というやや意味深なタイトルで大きな話題となっています。海外の自動販売機は、破壊や盗難を防ぐために頑丈な柵で囲まれていることが多いです。一方、日本では人通りの少ない場所にも、防護措置なしで自動販売機が設置されているのが一般的です。このような違いが、海外の人々にとって新鮮で驚くべきものとなっているのです。日本には約26万台もの飲料自動販売機が設置されており、その年間売上高は約 2.2 兆円にも上ることから、自動販売機大国として世界で知られています。台数ではアメリカに次ぐものの、人口比で見ると日本が世界一と言えるでしょう。日本の自動販売機は、温かい飲料と冷たい飲料を同一の機械で扱うなど、技術的にかなり高度な特徴を持っています。これは他国では非常に珍しいことです。台湾出身のある方が日本を訪れた際に目にした、信じられないほど整然とした光景がありました。その方が撮影した写真には、住宅街のゴミ集積所の一コマが写っています。この写真にはゴミ袋が一列に並べられており、その整頓された様子や通行の邪魔にならないような配慮に、投稿者は大変驚いたとのことです。この背景には日本人の高いマナー意識があります。日本人は公共の場でマナーが非常にいいとされており、困っている人に声をかけたり、電車やバスで列を作って乗り降りするなど、公共の場での礼儀正しさが日本の国民性の一部となっています。また、
ゴミをポイ捨てすることは格好悪いという意識が年齢を問わず根付いています。もう一つの理由は、日本の街中にゴミ箱が少ないことです。他の先進国、特にアジアや欧米諸国に比べて、日本の街中にはゴミ箱が非常に少ないため、ゴミは自宅に持ち帰るか、指定された場所で分別して適切に処理するという意識が国民に自然と浸透しています。日本ならではの珍しい光景として、落とし物が無事に戻ってくる体験は外国人にとって驚きのエピソードとなっています。海外では落とし物が戻る可能性は非常に低いとされているのです。海外の SNS で話題になった写真の一つに、自動販売機で誰かが忘れた100円玉と発見された日時を記したメモがテープで貼られている光景があります。これは日本の治安の良さを物語る一例です。警視庁によると、2018年に東京都内で約101万件の遺失物が届け出され、そのうち約75万件が拾得物として報告されています。これは落とした身分証が約4回に3回は戻ってくるということを意味します。携帯電話の場合、約26万件のうち 61%、 財布では約40万件のうち 93% が返還されています。これに対して、ニューヨークでは戻ってくる遺失物はわずか 6% 程度と言われています。このような事例は、日本の社会的な特徴と文化を象徴するものであり、多くの人々にとって興味深い話題となっています。日本において落とし物が戻ってくる一因として、交番の存在が非常に重要な役割を担っています。交番は落とし物に関連する事案で中心的な役割を果たしているのです。また、日本の治安の良さが交番の存在によって支えられているとも言われています。警察庁生活安全局地域課によると、2006年4月1日の時点で、日本全国に約6500箇所の交番があり、そこで勤務している職員は約5万人に上ります。常に身近にいる警察官の存在が、落とし物をした際の対応方法を明確にしています。子供の頃から、道端で財布や物を拾ったら交番に届けると教えられる日本では、このような市民に身近な交番が大きな役割を果たしています。そんな交番やおまわりさんのような存在のおかげで、商店にも日本独自の光景があります。日本在住のイタリア人が撮影した写真には、東京駅近くの店の様子が写されており、多くの商品が店外にも美しく陳列されています。これは日本では一般的な光景ですが、海外の人々にとっては驚きの光景となることがあります。商品を目立つ場所に陳列することにより、万引きを抑止する効果があるとされています。通行人や顧客が無意識のうちに監視役となります。これらの事例は日本の特有の文化や社会的背景を反映しており、国内外の多くの人々にとって興味深い話題となっています。海外のネットユーザーからのコメントについて、その一部を紹介します。日本の世界遺産に興味を持ち、ある小さな町を訪れた際のことですが、自動販売機でドリンクを購入した時にお釣りを取り忘れてしまいました。私は全く気がつかずに歩き出そうとしましたが、それに気づいた2人の日本人が私の元に走ってきて、忘れていたお釣りを届けてくれました。この出来事には本当に感動しました。このような心遣いができるのは日本人ならではだと感じました。この文化の違いについて考えると、日本人のマナーの良さが理由の一つかもしれません。日本では自動販売機をこんなにも無防備な状態で設置しても問題ないのでしょう。一方、私の故郷ブラジルでは、街中を探しても自動販売機をほとんど見かけることはありません。また、日本では人だけでなく、ゴミもきちんと整然としているように見えます。ある国を訪れた時、道端にゴミが散乱していても、周囲の人々はそれを気にしていない様子でした。しかし日本では、そういったことがありません。きっと日本人は小さい頃からそういった教育を受けているのでしょう。さらに、日本の学生が一人で電車に乗って通学しているのを見て驚きました。多くの国ではスクールバスや親の送り迎えが一般的です。特に小学生を一人で外出させることは法律で禁じられていることも多いので、日本の治安の良さは世界トップクラスだと思います。
また、日本の小学生はとてもしっかりしており、電車を待つときは大人たちと同じように列に並び、ルールを守ります。教科書を熱心に読んでいる姿も見かけますし、電車内ではおとなしくしていることが多いです。日本の教育には本当に感心します。このように日本の電車について話すと長くなってしまいますが、それだけ日本の電車が私たち外国人にとっては驚きと感動を与えるものだということです。日本の正確さや親切さは、時に少し怖いくらいです。自由が制限されているように感じることがあります。確かに日本は素晴らしい国だと思いますが、私のように大雑把な性格の人間が日本を訪れると、何かで怒られるかもしれないと心配になります。これは今回寄せられたコメントの一部です。海外で注目されている日本に関する話題を見ると、私たちが日常的に感じていることが、実は海外では珍しいことだったり、海外の人々が持つ日本に対するイメージを知ることができます。これは非常に興味深いことですね。私たちはこれからも、海外の人々が感じる日本の良さや日本人らしさを大切にしていくことが重要です。新型コロナウイルスの収束に伴い、世界中の人々が再び海外旅行に関心を高めています。この機会に、旅行先にしたい国と、二度と行きたくない国についての差が明確になってきました。そこで、今回は海外旅行を検討中の方々に向けて、どの国が旅行先として望まれ、どの国が敬遠されているのかというアンケート結果をご紹介します。そして、海外旅行を通して見えてくる各国の魅力と抱える問題点に焦点を当てた分析を行います。さらに、どの国が次に旅行したい国として多くの人に選ばれたのかが注目されます。その答えを見つけるため、日本政策投資銀行と日本交通公社が共同で、アジア、欧米、オーストラリア、など、12地域、6139人を対象にアンケート調査を行いました。その結果、予想外にもアジアと欧米、オーストラリア地域双方で1位に輝いた国が同じだったのです。なんと驚くべきことに、どの地域でもトップに選ばれたのは日本でした。この調査は、パンデミックが広がった2020年6月と12月に続き、2022年3月に3度目の実施となりました。アジアでは1位を維持し、欧米豪では前回の2位から今回は1位に躍り出ました。また、海外旅行が制限されていた期間、外国人が行った日本に関する活動についても調査され、日本の映画やアニメ、コミックなどコンテンツの購入や、日本食材の通販利用が目立ちました。これらの結果は、多くの海外の方々が旅行を我慢している間も、日本の文化への興味を持ち続け、日本訪問の機会を待ち望んでいたことを示しています。世界中から熱い支持を集める日本ですが、その理由は一体何なのでしょうか。日本を訪れたいと考える人々が挙げる理由としては、美味しい食事、清潔さ、そして治安の良さが主に挙げられています。さらに、過去に日本を訪れて感動した経験を持つリピーターが多いことも、日本の人気の一因です。実際に観光庁の調査によると、日本を訪れる観光客の中でリピーターが占める割合は、過去7年間で平均して 60% 以上に上り、その数は年々増加しています。リピーターの特徴としては、来日回数が増えるにつれて消費額が増加し、地方への訪問傾向が強くなる点が挙げられます。特に10回以上来日した観光客は、初回訪問時に比べて約2から4割程度も高い支出をしていることが分かっています。また、リピーターの間では地方でしか体験できないことへの関心が高まっており、一人旅をする人も増え、個々の趣味や好みに合った観光地を訪れる傾向があります。リピーターに人気のスポットとしては、温泉地や酒どころが挙げられます。
温泉入浴を楽しむ割合や日本酒を試す人が増えているそうです。はじめは温泉での裸の付き合いに戸惑うものの、その魅力に取りつかれると湯巡りツアーを楽しむ人も多いようです。さらに購入される商品では服飾品や電化製品が人気で、日本製の品質の高さが評価されています。最近ではニューヨーク、タイムズ紙がリピーターとなる外国人観光客が日本の地方都市や未知の名所に注目している現象を取り上げ、今年行くべき世界の52カ所の中で岩手県盛岡市を2番目に挙げました。盛岡市の魅力は歴史的な街並みや自然があり、訪れる人々に本物の日本を体験させる点にあります。記者は、街の魅力は一つではなく、市民の優しさ、個人店の斬新さ、歴史の面白さ、深み、街並みの設計、自然との向き合い方など、全体としてその街の魂が生まれているため、観光客もそういうところを感じると思いますと、盛岡の魅力を語っています。外国人観光客が日本に対して抱く期待として、オリエンタル、神社仏閣や古民家、デリシャス、ラーメン、居酒屋、屋台、ネイチャー、自然景観、里山、リアル、地元の人々の生活、クール、歌舞伎町、秋葉原、アニメの5つの要素が挙げられています。観光で日本を訪れる理由としては、訪れたい観光地や施設があること、衛生環境の良さ、食事の美味しさなどが挙げられます。来日時に体験したいアクティビティとしては、自然や風景の鑑賞、桜の見物、日本料理の味わい、温泉体験、有名な史跡や建築物の見学、雪景色の鑑賞が人気です。これらは日本独自の文化や自然の魅力を体験したいという願望が伝わる内容です。特に桜鑑賞や日本料理に焦点を当てた場合、桜鑑賞は日本の春の象徴として長い間親しまれています。コロナウイルス感染拡大前の2019年には3月と4月に270万人から290万人の外国人旅行者が日本を訪れ、外国人客数は年々増加傾向にありました。花見業界では外国人観光客向けに開花予想アプリの多言語化や情報提供サイト、花見ツアーの紹介などを行っています。最近では都内の新宿御苑や上野公園などの人気スポットに加え、地方の名所へ訪れる人も増えており、桜前線に沿って北上しながら花見を楽しむ長期滞在型の旅行者も見られます。食文化に関しては、観光庁の調査によると、訪日外国人客の約 70.5% が来日の主な目的として日本食を食べることを挙げています。これを受けて大手旅行会社 HIS のアメリカ法人が行った調査によれば、外国人客が特に食べたい日本食ベスト10には、10位におにぎり、9位に焼肉、8位にそば、7位に焼き鳥、6位にしゃぶしゃぶ、5位にお好み焼き、4位に日本風のカレーライス、3位に天ぷら、2位にラーメン、そして1位には寿司が選ばれています。これらは日本の食文化の多様性と品質の高さを反映しており、訪日観光客にとって大きな魅力となっています。それでは上記のランキング結果に対する海外からの反応をご紹介しましょう。日本の四季はそれぞれ特色があり、特に桜の季節には多くの人々が集まる理由がよくわかります。憧れの新幹線で東北地方の桜を見に行くのは素晴らしい経験でした。日本の公共交通機関は効率的ですが、地下鉄やバスの乗り換えが複雑で少し戸惑いました。もう少し簡易な案内があればいいのにと思います。日本のホテルの部屋は少し狭いですね。特に布団で寝るスタイルには慣れが必要でした。以前は京都と東京を訪れましたが、次は田舎を訪れ温泉に入ってみたいと思います。行ってみたい国として日本がトップランキングに選ばれたことは、日本の観光市場にとって非常にいい兆候です。
これらの意見を受け入れ、今後の発展に生かしたいものです。それでは、世界中の旅行者がもう二度と行きたくないと感じる国々についてのランキングをご紹介しましょう。このランキングは、旅行者の満足度、魅力度、観光スポットの数、リピート率、旅行者の感想などを総合的に評価して作成されました。人それぞれの旅行の楽しみ方は異なりますが、訪れた国に対する経験は旅行者にとって重要な影響を与えることがわかります。ただし、これは旅行者の個人的な意見に基づくものであり、一概にいい国、悪い国とは言えません。しかし、経験豊富な旅行者の意見はやはり気になるものです。そこで、もう二度と行きたくない旅行先ランキングの1位に挙げられた国はインドでした。インドは治安の問題が大きな理由で、何度も行きたくない国として挙げられています。主要な観光スポットでは治安がまあまあですが、中心部から離れると危険なエリアもあります。強盗や殺人、暴行などの事件が多く、観光客が巻き込まれることも少なくありません。詐欺、スリ、置き引きなどは日常茶飯事で、警戒しないと盗難に遭うこともあります。また、観光客への高額な料金設定や押し売りもよく行われています。衛生面に関しても、旅行者からは厳しい意見があります。インドでは貧富の差が激しく、地域によっては衛生状態が悪いこともあります。そのため生水や生野菜は避けるべきです。一方で、インドは混沌の国とも呼ばれ、独特の魅力があります。タージマハル、ガンジス川、エローラ石窟群、アグラ城などの文化と歴史は、インド独自の歴史と文化です。この混沌を楽しむ覚悟がある人にとっては、魅力がある国かもしれません。エジプトは、その古代文明や世界遺産で知られる魅力的な国であり、ピラミッドやスフィンクスのあるカイロ、ギザの神殿、世界遺産に登録されているメンフィスなど、豊かな歴史、文化、グルメ、ショッピングのスポットがあります。しかし、エジプトがもう二度と行きたくない国に挙げられる理由には、治安の問題や衛生状態の懸念、しつこい行商や客引き、軽犯罪の発生率の高さがあります。貧富の差によるぼったくりや物乞い、衛生観念の違いも旅行者にとっては問題です。エジプト人はフレンドリーで観光客に対して積極的ですが、この積極性が時に過剰になり、観光客を囲んでの物売りやしつこく追いかけてくることが指摘されます。エジプトは旅行者によって意見が分かれる国で、歴史や文化に興味がある人には魅力的ですが、一部の旅行者にとっては二度と行きたくない国です。このランキングには、他に韓国、中国、ベトナム、フィリピン、シンガポール、アラブ、ロシアも含まれています。韓国については、ソウルやプサンなどの大都市がショッピングやグルメの魅力で知られていますが、アジアなら日本が優れていると感じる旅行者も多く、絶景や世界遺産、秘境の魅力が少ないと評価されています。韓国では会計時のトラブルが多く、不正な価格表示や二重課金、ぼったくりや押し売りなどの問題が指摘されています。外国人に対する偏見や侮辱的な言葉、反日感情の存在も問題とされます。中国では、一部の人々が大きな声で話すことや大気汚染、国民性や文化の違いにより、日本人にとって不快と感じることがあるようです。アメリカの巨大掲示板で行われたアンケートでは、エジプト、アメリカ、インド、中国、メキシコ、フランスが、もう二度と行きたくない国としてランクインしました。エジプトやインド、中国は両方のランキングに名前が挙がりましたが、アメリカやフランスが欧米の国として挙げられたことは興味深いです。これらの意見を踏まえて、エジプトやインドといった個性豊かな国を訪れる際には、これらの問題に対する準備や理解が重要です。フランスは、
その豊かな美食文化と芸術により世界的に有名です。エッフェル塔や凱旋門、ベルサイユ宮殿、モン・サン・ミッシェルなど、観光名所は数えきれないほどです。しかし、外国人には必ずしもいい印象を与えていない場合があります。これは、一般的にフランス人が差別意識を強く持っているとされ、観光客にも好待遇を期待しにくいためです。また、国内が学歴社会であるため、階級意識が根強いと感じられます。さらに、パリは衛生面に関する問題も指摘されています。メキシコは5位で、治安の問題が最も大きなマイナスイメージとして挙げられています。メキシコの麻薬戦争の影響で、国全体が危険だというイメージが生まれました。しかし、都市部では近代的な高層ビルが立ち並び、安全に生活できる状況もあります。アメリカとの国境付近は特に危険とされ、地域による治安の違いが大きいです。また、日本人に対しては友好的な態度を示す人が多い一方で、欧米系とアステカ系の人々の間の社会的な格差に衝撃を受けることもあります。メキシコは巨大な国土と多様な文化を持ち、訪問地域の安全性を確認すれば楽しい旅行ができるでしょう。アメリカは2位にランクインし、特に治安面で悪い印象を持つ人が多いようです。ロサンゼルス、ニューヨーク、ラスベガスなどの大都市ではホームレスが目立ち、パトカーや警官の多さが治安の悪さを物語っています。また、アメリカ人の接客態度も問題視されており、特にドラッグストアやマクドナルドなどでぶっきらぼうな対応を受けることがあるようです。しかし、これらの意見には個人差が大きく、旅行者の経験によって印象が異なります。世界中で素晴らしい体験をする人も多く、旅行先に対する好感度は変わるものです。旅行先に対する意見は人それぞれ異なり、好き嫌いが分かれるものです。コロナパンデミックが収束に向かい、世界中の人々が再び海外旅行を楽しんでいる様子が見られます。しかし、コロナ禍を経て、日本人の海外旅行への意識にも変化が現れています。以前は長期休暇を利用して海外へ行く人が多かったですが、最近は国内旅行を選ぶ人が増加しています。米国の調査会社モーニング、コンサルトによると、海外旅行への消極的な日本人は 35% にも上り、これは調査対象国の中で最も高い割合です。実際に2022年の日本人海外旅行者数は2019年の2000万人から 86.2% 減の約270万人と大幅に減少しました。さらに、日本人のライフスタイルの変化も影響しており、特に若者はオンライン娯楽やスマホゲームに注目し、コロナが落ち着いたら再び海外旅行を望むのは主に高齢者層です。コロナ禍で自分自身と向き合う時間が増え、有名観光地へ行くことだけが旅行の目的ではなくなりつつあります。特にミレニアル世代に人気なのは、ウェルネス&リトリートのような旅です。これは心と体を癒し、自分を大切にする旅行で、ヨガやフィットネスを体験したり、スパでのマッサージやサウナ、温泉でリラックスしたりすることを含みます。また、健康食を選ぶなど、心と体を癒すアクティビティが重視されています。デジタルデトックスや自然散策など、非日常的なアクティビティも人気を集めています。また、伝統医療を取り入れたり、睡眠改善や体質改善プログラムを提供するホテルなど、ウェルネス&リトリートに特化した施設も世界中で増加しています。今回は、主に海外旅行先という観点から3つのランキングを紹介しましたが、最後にこれらのランキングに対する海外の反応も見てみましょう。エジプトの古代遺産は価値が高いけれど、現地での扱いが適切でないように思えました。観光客からの収益ばかりが重視されている感じがします。フランス出身ですが、自国の評判の低さには落胆しています。パリは美しい都市ですが、観光客の安全にもっと配慮するべきだと思います。ランキングを見て、有名な観光地への期待と実際の体験のギャップが影響しているように感じます。
期待値が高いほど失望も大きいのかもしれません。インドが汚くてゴミゴミしている、うるさくて落ち着かない。それはインドのエネルギッシュさの表れです。うるさいし疲れるけど、そのパワフルな雰囲気が好きだ。20カ国以上を旅したけど、もう行きたくない国は中国です。北京や上海に行きましたが、衛生面で不安を感じ、食事を楽しむことができませんでした。ランキングにはないけれど、私がもう行きたくない国はシンガポールです。人工的で整備されすぎていて、まるでディズニーランドのようでした。私はもっと現地の人々の生活が見える国が好きです。中国人ですが、自国への否定的な評価は悲しいです。素晴らしい文化と歴史があるので、旅行者の意見を取り入れて改善することが必要です。日本に行った時、カフェの店員が英語を話せなかったのは意外でした。もっと勤勉なイメージがあったのに。どんなに景色や料理が素敵でも、病気になったり、お金を盗まれたりすると台無しです。安心して旅行したいですね。出身国や立場によって様々な意見がありますが、世界各国を訪れたいと願う旅行者からの声を聞くと、旅行は単に観光地を訪れるだけでなく、その国の文化や特性を理解し尊重することが重要であることが明らかです。各国の文化や伝統には独自の価値があり、それを観光客向けに変えることが必ずしもいいとは限りません。旅行者は、異なる文化や習慣を理解し楽しむ姿勢が大切です。海外旅行を通じて、各国や地域が持つ独自の文化や特色が見えてきます。特に日本の観光市場は、世界各国からの旅行者に人気が高く、その理由は清潔さ、食文化、四季折々の自然美、独特のおもてなし文化にあります。しかし、否定的な意見もあり、これを受け入れてさらに魅力的な観光国へと進化する必要があります。円安や多言語対応の充実、感染症対策の強化は、国際的な観光市場で成功するための重要な要素となります。一方、特に日本の若者には、今後も積極的に様々な国を訪れる機会を持つことをお勧めします。海外での経験を通して世界に対する広い視野を持ち、多様な価値観に触れることは、個人の成長だけでなく、社会全体の発展にも寄与する重要な要素です。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。